翔平のニュースが大変話題になっておりますけれども、私にとっては大谷翔平の何百倍も何千倍も、大好きな大谷翔平の何百倍も感動を与えてくれる選手たちがいました。それは川崎市の多摩区の某中学校の野球部員たちがいます。その某中学校の野球部員たちのことを歌った歌を、そのチームには左利きなんですけれども、なんかね、私とよく似た選手がいるんですね春のチームと。中学校で何もしてこなかったどころか自分のことばかりに生きてきて、今さら罪滅ぼしでもないけれど変わらなければいけない。選手も足りない息子の野球部は、中年の顧問の先生がライトの守備につく。肩を痛めてるのか上から投げられない先生、女の子の選手も一人セカンドを守っている。左利きの息子はファーストを守り、その動きはまるで自分を見ているよう。お世辞にも強いチームとは言えない。だけど不思議と悲壮感のないこのチームがなんだか好ましい。するんだという息子、でも君にはこれから始まることばかり。
にでもなれ。大したことはやれず何にもなれないかもしれない。これから先何度もそのフルスイングは空を切るかもしれない。そのフルスイングが何度空を切ってもまた応援に行くよ。春のチームを応援に行くよ。また応援に行くよ。3年生、川崎市には川崎市総体っていうなんか川崎市だけの独自の大会があって、秋まで3年生主体の運動部の部活があるんですね。で最後の大会、が一昨日ありまして、息子のチームがついに勝ちました。勝ちました。やっと勝ちました。20試合ぐらい見てきてね、あの公式戦は1回も勝ったことがないチームだったんで、ね、ついに勝ちましてね。しかも息子はですね、左バッターなんですけどもですね、もうちょっとね、あと30センチぐらい高ければ、ちょっと今話を持ってるかもしれませんけど、30センチぐらい高ければフェンスを越えてホームランになっていたんじゃないかという、ライトフェンス直撃の三塁打タイムリーを打ちましてですね。この一生のために野球をやってきたんだって帰ってきたから言ってましたけどね。長かったな。すごいなと思います。